江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら掲示板からのご紹介でございます。K 国民、K 国の空軍力は日本には相手になりませんね、という話でございます。それではですね、こちら掲示板の書き込み行ってみたいと思います。くーちゃん、お願いします。日本 F-15 戦闘機200機、 F-35 戦闘機142機保有。K 国F-15 戦闘機60機、F-35 戦闘機40機保有、F-16 戦闘機166機保有。ブルブル。空軍力では完全に全滅しそうですね。はい、というね、書き込みでした。それではですね、こちらに対する警告の反応、見ていきましょう。そうだね。まあ、奇数だけじゃないけどね。日本はまだ142機じゃない。私たちも F-35 もっと買いますし。日本の F-15 の200台余りは退役だと思いますよ。とても古い機体なのでアップグレードが難しいと聞きました。そもそも日本が再武装したら相手にならない戦力ではありますよね。国防費を2倍以上使うということに加え、我々のように巨大な規模の常備軍を維持する必要はなく、戦術機と戦術艦数だけ増やせばいいから。根本的に国力が違うのに軍事力がこれまで似ているように見えたのは錯視です。あそこはただ武装していなかっただけです。日本を相手にできる国は正直アメリカしかないですよね。海軍空軍はアメリカを除けば日本がトップです。私たちの周りには、私たちが相手するには手に負えない国しかないでしょう。そのため核保有が必須です。やってみないとわからないし、国防費はほぼ同じです。K国は陸軍投資が相対的に多く、海空軍のスペックは日本がリードしています。でもやってみないとわからないんです。5年以内に10兆円以上に増やすというのに勝てません。このようにしても K国よりも GDP 対非国防費が少ないです。K国はだいたい 2.63% の間ですが、ああやって使っても日本は 2% です。現代は電子戦なので特に押されることもない。私たちも日本もお互いのレーダー周波数を知っているから、お互いにジャミングすると空中戦が成り立たない。それで KF-21 が出たらみんな圧殺可能。僕たちは F-35、F-15 の周波数を知っているけど、日本は KF-21 の周波数を知らないので。できてからいいよな。いっぱいな。配備してからな。いいよな。日本は一応歩兵制だから、私たちより人件費が多くかかる。武器製作費が僕たちよりたくさんかかるので、K国より多くの国防費を使っても、効果は我々より高くない。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではね、上の方からいきますね。あんだけ F-35 あるのにおかしいな。からなんで相手になるものあるの？軍以外でもさ。お前ら今日またヘリコプター墜落してなかったか？相手にしてほしいの？ F-35 のバージョンアップ終わったんだっけ？わらわら。お前らの国はマンホールに撃墜される時点で気づけ。お前ら保有してるけどメンテも修理もできないだろ、わら。その戦闘機数のうち陸路走行できるのは何機ですかね。保有数よりメンテナンスの方を気にしろよ。飛行時の飛行技術が違うのだよ。知ってた？パイロットの質が最大の差だと思うんだけど。空自が各国の空軍を驚かせてるのは戦闘機の性能でなくパイロットの力。1機で10機落とす気概を見せてみろよ。もちろん無理なの分かってて言ってますよ、わら。は、F-35 の戦闘機はどこで整備してるんだよ。持っているのと稼働できる戦闘機の数を比較しないとダメだろ。ロシアのパイロットは4対1で挑めって言われてる。もう1回レーダー照射したら実力が分かることになるぞ。レーダー照射もバレてるってことじゃねえか、わら。お笑いを取ってから言えば、わら。お前らがレーダーで探知できても空自に対応できるのかい？ヘリコプターでメインローターすっ飛ばしてらせはないわ。誰もお前らんとこなんか取りに行かないから何の心配もありませんよ。核装備したら自滅するぞ。偏西風でこっちに来るからやめといてくださいね。 KF-21 の周波数、お前らのレーダー技術じゃないだろ。他国から供与してもらって何威張ってるんだ。北のドローンすら撃ち落とせなくて自国機墜落する国がなんだって。
軍人の半分が以上が徴兵の素人軍人とプロの自衛隊員が比較になると。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。